自動定理証明、自動定理証明、ATP とは自動推論の中でも最も成功している分野であり、コンピュータプログラムによって数学的定理に対する証明を発見すること、ベースとなる論理によって定理の妥当性を決定する問題は簡単なものから不可能なものまで様々である。論理学の起源はアリストテレスまで遡るが、 現代的数理論理学は19世紀末から20世紀初頭に発展した。フレーゲの概念記法が完全な命題論理と一回述語論理の基本的なものを導入。同じくフレーゲの三述の基礎でも形式論理の数学の一部を説明している。この流れを受け継いだのがラッセルとホワイトヘッドのプリンキピア・マテマティカで、 初版は1910年から1913年に出版され、1927年に第2版が出ている。ラッセルとホワイトヘッドは、合理と形式論理の推論規則から、あらゆる数学的真理が導き出せると考え、証明自動化への道を開いた。1920年、トアルフスコーレムアの成果を単純化したレーベンハイムスコーレムの定理をもたらし、 1930年には、エルブラン領域とエルブラン解釈により、一回の論理式の充足、不可能性、及び定理の妥当性を、明大論理の充足可能性問題に還元できる、ことが示された。1929年は、過法と統合のある、自然数の理論が決定可能であり、その言語内の任意の分の真偽を判定できる、アルゴリズムを示した。 しかしその直後、クルトゲーデルが、バーフォーマルアニンチドベールサ影デアプリンキピア、マスマッティカウントバーバンターシステム愛を発表し、十分に強力な氷系はその体系内で証明も、反証もできない分を含み得ることを示した。1930年代にこの課題を研究したのが、アロンゾ、チャーチとアランチューリングで、それぞれ独自に等価な計算可能性の定義を与え、 決定不能な具体例も示した。第二次世界大戦後、第一世代のコンピュータが登場。1954年が、プリンストン高等研究所にて、真空管コンピュータ上にプレスブルガーのアルゴリズムを実装した。デイビスによれば、二つの偶数の相和も偶数であることを証明するという大きな成果があったという。さらに野心的な試みとして、 ロジックセオリストがある。これは、アレ・ニューエルとハーバート・サイモンとクリフ・ショーが開発したもので、プリンキピア・マテマティカの命題論理を対象とした推論システムだった。こちらもジョハニアック上で動作し、命題論理の小数の行理と推論規則、モーダスポーネンス、命題変数の時間などから証明を構築した。ヒューリスティックによる誘導を使っており、 プリンキピア・マテマティカの52の定理のうち38の証明に成功した。ロジックセオリストのヒューリスティックとは、人間の数学者のエミュレートを試みることであり、妥当な定理すべてについて証明できることを保証できなかった。対照的により体系的なアルゴリズムで、少なくとも理論上は一回述語論理の完全性を達成できている。初期の手法では、 エルブラントスコーレムの成果に基づき、一回実語論理の論理式を複数の命題論理の論理式に変換していた。そして、いくつかの技法で命題論理式の充足不可能性をチェックする。ギルモアのアルゴリズムは、下方標準型に変換することで、充足可能性を判定しやすくしていた。使用する論理によって、論理式の妥当性の判定は、 自明なものから不可能なものまで様々である。命題論理の多くの問題では、定理は決定可能だが、CONP 完全問題であり、汎用的な証明には、指数時間アルゴリズムしかないと考えられている。一回述語論理では、完全性定理より、妥当な論理式は証明可能であり、その逆も成り立つから、妥当な論理式の全体は、再帰的に埋著可能である。 したがって、妥当な論理意識の証明を機械的に探索することは、できる。妥当でない分、すなわち与えられた定理から、意味論的に導かれない意識は、認識可能とは限らない。さらに、ゲーデルの不完全性定理によれば、ある程度の算術を含む、無矛盾な体系は、本質的不完全であ、本質的不完全な体系は、本質的決定不可能であるから、 特に決定不可能である。そのような場合、一回述語論理の定理証明機は、証明探索の完了に失敗する、停止しない可能性がある。このような理論上の制限はあるが、実用的な定理証明機は、様々な難しい問題の証明をすることができる。関連した問題に、自動証明検証と、証明のコンピュータによる支援がある。定理の証明の正当性を検証するには、 照明の各段階を原子再起関数やプログラムで検証できる必要があり、そうすることで問題は常に決定可能となる。自動定理照明で生成される照明は、長大なものとなることが多く、照明の圧縮という問題が重要となり、様々な技法が考案されている。対話型定理照明機では、人間のユーザーがシステムにヒントを与える必要がある。 自動化の度合いによっては、照明器が単なる照明検証器的なものとなって、ユーザーが提供した形式的照明を検証すだけの場合もあるし、大部分の照明を自動的に行う場合もある。対話型照明器は様々なタスクに使えるが、完全自動システムは長期にわたって、人間の数学者が手こずってきた、困難な問題を証明しきた。しかし、そのような成功例は稀で、 一般に困難な問題を解くには熟練したユーザーの補助が必要である。定理証明とそれ以外の区別の観点として、公理から出発して、推論規則に従って、推論を行い、いわゆる証明を行うものを定理証明と呼ぶ。モデル検査などの、それ以外の技術では、考えられる全ての状態を列挙するようなものである。モデル検査の実装ではもう少し賢さが必要であるが、 それで力づくの手法でなくなるわけではない。モデル検査的手法を推論規則として利用するハイブリッド型の定理、証明システムも存在する。また、特定の定理を証明するために書かれたプログラムも存在し、プログラムがある結果を介して終了した時に定理が真であることが証明される。そのようなプログラムの恒例として四色定理の計算機支援証明がある。 人間の手では証明できなかった問題を証明したことで物議を醸したそのプログラムは非常に複雑で検証不可能と言われた。他の例として重力付き4目並べゲームで先手が必ず勝つことを証明しことが挙げられる。産業分野での応用例としては LSI の設計とその検証が挙げられ、モデル的手法とともに使われている。ペンテムフブバグ以来、フプーの設計は 極めて厳密に行われている。AMD やインテルはプロセッサの設計検証に自動定理証明を使っている。一回述語論理の定理証明は自動定理証明の中でも最も研究が進んでいる。この論理は適度に自然で直感的な方法で様々な問題を記述できる程度に表現豊かである。一方、 半決定的で健全で完全な計算方法が開発されており、完全自動システムを構築することが可能である。さらに表現力のある論理、公開術語論理や様相論理は、さらに様々な問題を記述可能だが、それらの定義証明は一回術語論理ほど開発が進んでいない。実装システムの品質は、標準ベンチマーク例の大きなライブラリー相残図。 オブプログラムズフォーティーラムプラバースの存在によって高められている。また、コンファレンスオンオータメイテッドディダクション主催の ATP システムコンペティションは1回、術語論理システムの競技会であり、これもシステムの品質向上に寄与している。以下に主なシステムを列挙する、いずれも少なくとも1回は、キャスクで優勝している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。